皆さんお疲れ様です。風のしずくです。今日は、予告通りデコミラーを作っていこうと思います。用意するものはまん丸タイプですね。ダイソーさん、それとレース、これ2メートルですね。あとはブルー系のプリザ、あとはホワイトとちょっとくすんだ感じのブルー。他にブルーなかったかな。なんかちょっとブルー、ブルー、かな。で、これですね。2メートル。どこが最初かな。どの辺かな。全部巻きたいんですよね、今回は。ちょっと出るぐらいはいいのかな。こんな感じで全部巻いていきます。はい、巻けました。そしたらですね、ブルー3色あるんですけど、これですね。一番濃いブルーを、これはプリザです。これですね。をこの辺をしっかり持って切る。切ったら切った部分ですね。これやばいな、グルた部分にたっぷり塗って真ん中、で開きます。
こんな感じ。そしたら3箇所4箇所3箇所かな。同じですね。切って、ああこれはやばいかも。なんかくっついてる。ちょっとこれ形がやばいかも。なんとかなった。取ろう。今回私プリザで作ってますけど、あくまでもいつも言ってる通り私のはヒントなので、もう全然増加で構いません。ただね、やっぱりプリザってね、造花にはない美しさがありますよね。いや、これちょっと大丈夫かな。ここ。まあ自然素材のものだからしょうがないけど。こんな感じ。なんかもう綺麗、もうすでに綺麗。そしたら紫陽花を使いたいんですが、何なんだろうなこのブルー。微妙だな。白の方がいいかな。アジサイは間に入れたいんですよ。また今日もカメラがプチッ
と止まる可能性があります。今状況が状況なんで機種変にも行けないんですよ。これ、まあ、いいや。ちょっと私最初の位置間違えたかな。もうちょっと下だったかな。いけるかな。こんな感じ。でもこうなるからいっか。ちょっと上がってるぐらいの方が。そしたら今度これをここに入れていく。はい、こんな感じ。ここは実際あった方がいいのかな。ただこの色が微妙なんだよな。あんまり今回はプリザーなので、そのプリザ感を生かすためにごちゃありたくないんですよね。でもなんかインパクトが欲しい。どうしよう。ストーンでも置きますか。ブルーのストーン、ブルーのストーンを置くか濃いめの紫陽花を探すか。一回止めます。はい、濃いブルーの紫陽花がないので、花びらですね。花びらを
この間に入れる。こんな感じでちょっと目立たないけど、そしてその入れた花びらのところにレースがかぶったらレースの上でいいんですけど、の上にストーンを乗せようと思います。どうしようかな。グルーガンだとやっぱり美しくつかないから、色はサファイアじゃない、サファイアのどうしようかな、12にしようかな。汚なうん、取れない。目立たないかな、これじゃ。もっとあれかな、のっけた方がいいかな。
ちゃんと。あ、びっくりした。こんな感じですね。またこういうところも石抜けた方が綺麗なのかな、レースの下からあえてレースの下にやるっていうのもありかなと思うんだけど、でもあんまりごちゃりたくないんだよね。でも十分綺麗なんですよね。でもちょっとここら辺にあるともっと綺麗かな。キラキラ。どうしよう。うん、置く場所がちょっとランダムですけど、別にねここに置かなきゃいけないとか全くないので、あくまでもこれは私がここに置きたいと思って置いてるだけなので。本当に自由でいいと思います。ちょっとレース、よいしょ、もうちゃんとついてないね、最初が。で、この辺かな。まだカメラ止まってないね、よかった。どうしよう。
あともう一箇所だな。ちょっとね、本当はこういう時にね、音楽とかかけたいんですけどね、著作権かかっちゃうから、あの YouTube って使えますよっていう音楽もあるんですけど、まあそれはそれでめんどくさいし、後付けで私の声が聞こえなくなるのも意味ないし、おい、こんな感じかな。あのちょっとね、そのザクッと切ってのせるっていうのが、あの慣れてない方はすごく躊躇すると思うんです。ぶっちゃけあの私も最初大丈夫かなと思ってましたけど、思い切りが肝心ですね、一言で言うと。で今回はこの取っ手等は、いじりません。ブレザーをね強調したいので今回はいじりません。シンプルだけどすごく上品かな、私的には。あのあまりごちゃらずにシンプルに飽きのこない、あの直射日光に当てなければプリザよく1年間大丈夫ですとか言ってますけど、ぶっちゃけ5年も6年も直射日光に当てなければ大丈夫なので、楽屋ミラーエレガント編、あのこの間はね、あの親子でとか言ってましたけど、ちょっとプリザの扱いお子さんは難しいかな。まあ石乗せるのは、このストーン乗せるのは全然もう石とかね、このあとやけどにさえ注意していただければ。はい、こんな感じで100均のミラーですが、とても上品に出来上がりましたね。ここ本当はアジサイを入れようかなと思ったんだけど、ちょっとこのアジサイの色もぶっちゃけちょっと微妙なので、アジサイはやめて花びらにしました。はい、もうめちゃくちゃ簡単でしょ。あのカットさえすれば、あのあこれにはないか、カットをすることによって軽くメリアができるんですね。こう広がる、こうつぼんでたお花がこうカットしてペッてくっつけてふわっとさせることによって、ちょっとメリア開花な雰囲気が出ます。はい、こんな感じ、とっても簡単です。もしプリザがお手元にあればやってみてください。プリザがない方は造花でカットするのはやったことないのでわかんないんだけど、どうなんだろうね。でも造花は造花でそのままで別に前やったやつみたいで問題ないと思います。はい、簡単ではありますが楽屋ミラーのプリザードフラワー編ですね、出来上がりです。はい、ですね、次回はちょっとプレートっぽいのを作りたいなと思ってます。ただですね、緊急事態宣言が出ましたよね。その地域に、うちも入ってます。うちも入ってるので、さらなる強い不要不急の外出をの自粛という形になり、
仕事、病院以外での外出は、まあ全くと言っていいほどしてないですね。日用品とかのその生活必需品の買い物はしますけど、その生活必需品の買い物するところに100均が入ってないので、しばらく100均には行けない状態です。なのであり合わせのもの、先週も同じようなこと言ったけど、あり合わせのもので作ることも増えてくるかと思いますけれども、とりあえず週1は何とでも絶対あげたいと思ってるので、私ももうこういうものを作ってないとね、まあ、皆さんもお疲れだと思いますけど、私もストレスを溜まっちゃうんで、しばらくね、あり合わせのものでいろいろ作っていこうかなと。まあ逆に頭使って今までちょっとね余ってたものを使い切るチャンスでもあるなというふうに考えています。はい、今日もお付き合いどうもありがとうございました。こんな感じでチャチャチャとできるものとか、もうあとはもうひらめきだけでやっていってますけれども、他にもいろいろ動画上げてますので、いいなと思った作品が一つでもございましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。風の雫でした。さよなら。